股関節が使えていない方がスクワットとかウォーキング、ジョギングをするとどんどん太くなる。今日はすでに太くなってしまった足であれば2サイズは補足できる、そんな方法をご紹介したいと思います。早速解説をしていきますが、その前に皆さん足を1回上げてみてください。ここでストップ。この足の上げ方一つであなたの足が太くなるか細くなるかがもう分かります。足を上げるとき、足細い人っていうのは腸腰筋といって股関節の筋肉を使って上げています。これに対して足が太くなる人は太ももの筋肉を使って足を上げてしまうんですが、この腸腰筋は股関節のインナーマッスル、奥の筋肉なので細くて小さな筋肉です。ですからどんなに鍛えても太くなりようがないんです。しかし現代人はこの腸腰筋が使えていない方多いです。それが分かりやすいのが足上げ運動。この時に自分のつま先が見えてしまう方、もしくはちょっと膝が伸びちゃうよっていう方、太ももの前の筋肉、大腿四頭筋を使ってます。逆にかかとをお尻に近づけるように足を上げてしまったという方はハムストリングス、もも裏の筋肉を使いすぎています。つまり股関節が使えなくなった結果、太ももを使いすぎてどんどん太くなる。股関節が使えていない方がスクワットとかウォーキング、ジョギングをすると逆にどんどん負担が増えて太くなってしまうという方非常に多いですし、ひどい方では膝の負担が増えて膝に痛みが出てしまうという方もいらっしゃいます。ですから足当てをしたいという方はスクワットをする前に今日行う股関節のエクササイズでちゃんと腸腰筋を使えるようにしてからスクワットを行う必要があります。この後のストレッチをした後は正しく軽く足が上がるように変わっていますから、そうなれば確実に足当てすることができます。それでは今日も一緒にストレッチ頑張りましょう。ヒップアップに効果的です。しっかりと踏み込んで前と後ろ、息を吐いて吸って吐いて吸って、踏み込んだ時にどこに力が入ってますか？前の足のお尻や太ももどうでしょうか？つま先やふくらはぎはあまり踏み締めすぎないように軽く地面を支えておくだけいいですよ。体の中心に近いお尻しっかり使っていきましょう。もう一息です。逆足を前に置いたら同じように繰り返します。しっかりと足裏に重心かけて前と後ろ、前に体重をかけるとき足全体に力が入っていきます。股関節から曲がっていくのを感じて、そうそうそう、いいですよ。足の幅は腰幅ぐらいです。慣れてきた方は狭くするとバランスのトレーニングにもなります。難しい時は壁や椅子に手を置いてバランス取りながら繰り返していきます。膝が痛い人はタオルとか引いてくださいね。無理せずに繰り返していきましょう。大きく足を開いたら股関節を伸ばしていきます。足の付け根、腸腰筋のストレッチ、軽く上下に動きながら足の付け根をしっかり伸ばしていきます。できれば後ろの膝は伸ばせる範囲でピーンと伸ばしましょう。もちろん辛い時は曲がって大丈夫。しっかりと伸び感が強まる角度探しながらやっていきましょう。深く長い呼吸は忘れないで繰り返していきます。逆足も同じようにストレッチ、左右で伸び方の違いがないか感じ取りましょう。足の付け根を伸ばしていきます。軽く上下に動きながら股関節を柔らかくしていきます。少し胸張って綺麗な姿勢です。いいですよ、皆さん姿勢見えてますからね。綺麗な姿勢忘れないでください。そうそうそう、深く長い呼吸で何度も何度も繰り返す。辛い時は後ろの膝地面に置いてもらっても大丈夫。無理せずマイペースに伸ばしていってください。体をねじること意識を集中します。大きく胸を開いて背骨のストレッチです。しっかり体をひねって胸を開きます。背骨全体をねじり脇腹にくびれを作っていきます。深呼吸しながら目線を上に、指先遠くを追いかけて、そう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 、辛い時は浅くて大丈夫ですからね。心地いい範囲でねじりを深めてください。さあもう一息、深く呼吸して
反対側にねじりを加えます。先ほどねじった方とやりにくい方、もし違いがあったらそっちをたくさんやってくださいね。深くねじりを加えて、身長高く背中伸ばして、そうそうそう、美しい姿勢保ってください。ストレッチをする時の姿勢がそのまま普段の姿勢になっていきます。綺麗な姿勢で身長高く伸びていきます。そうですそうです、あと一息頑張りましょう。かかとを遠くへ押し出すように。さあ一息です。ヒーリングバック、太もも前のストレッチをしていきましょう。倒すときにもも前に力を入れて、身長高く伸びながら、下っ腹は引っ込めたまま美しい姿勢を保ちます。体を後ろ前、自分の筋肉と会話をしながら、お腹の力が抜けないように、そして呼吸も止めないように。太もも前が辛かったら正解です。もも前が強烈に引き伸ばされていきます。足を万字型にして持ち上げていきます。しっかりと高くヒップアップをしていきましょう。高くお尻を持ち上げて股関節から動かします。上と下へ深く吐いて吸って、吐いて吸って、外側に開いたガニ股側の足、このお尻に力入ってますか。入れてお尻に意識を持っていて、その調子その調子、股関節を柔らかくしてヒップまで持ち上げていきます。今の開き具合感じておいてくださいね。反対の股関節の柔軟性も確認しましょう。開き具合に左右差はないですか。しっかりと股関節を柔軟に、高く持ち上げて上と下へ、足の開き具合や上げる時の力の入り具合、左右差がなかったか思い出してください。苦手の方は頑張ってたくさんしましょう。もちろん辛くなったら休憩していいし、バランス取るのが辛い時は椅子や壁に手を添えてもらって大丈夫です。無理をする必要はありませんから、昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。もう一息です。両足を持ち上げた状態、足を遠くへ伸ばして曲げてを繰り返していきましょう。脇腹を引き締めていきます。かかとは足裏を遠くへ蹴り出して、そして膝をしっかり抱える。できるだけこの動きを大きくしていきましょう。遠くへ遠くへ蹴り出して、胸膝を近づけて、お腹に力が入っていきます。特に天井側の脇腹ギュッと縮めて、くびれを作っていきましょう。呼吸止めないで、入れてよその調子、もう一息もう一息頑張って、お腹に力、足を反対方向に向かって蹴り出していきます。息を吐きながら伸ばして、吸いながら戻す。脇腹の引き締めに効果的。足裏を遠く遠く壁に向かってキック。脇腹を縮めながら、しっかりと足を遠くへ、お腹を引き締めていきましょう。余裕がある方は足を遠くへ伸ばしきる。ペースアップ早くしてもいいし、辛い時はゆっくりにしても大丈夫。足が伸びきらなくてもいいですからね。マイペースにできる範囲でやっていきましょう。自分のペースでいいですよ。お疲れ様でした。頑張ったあなたにプレゼントが2つ。習慣化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。ぜひ概要欄から LINE のお友達追加をしてもらってプレゼントを受け取ってくださいね。動画を見て実践すれば、みるみる痩せ体質に変わっていく、そんな知識を学べるオンラインサロン、すでにたくさんの仲間が理想の体型を手に入れています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。あなたのご参加お待ちしています。